皆さんこんにちは、ともかです。私は今、福井県の松屋千泉という旅館に来ています。本日はこちらの旅館を1泊2日で宿泊するので、宿泊の様子をお届けしたいと思います。ということで、ぜひ最後までお楽しみください。それではスタート。はい。あ、すごいいい香り。こちらがお土産屋さんになってます。福井の名物も売ってますね。羽二重餅。旅館の中のお土産屋さんは結構広めなので、ここの売店でいろいろ買えますね。ここで浴衣をレンタルできそうです。ここのラウンジで休憩できるのかな。何があるんだろう。旅館とかについてラウンジがあるとすごいいいですよね。飲み物はホットとアイスがあります。あとオレンジジュースもありますね。じゃあ女性の方、サービスでお浴衣ついてるんで、こちらでお選びいただけます、ね。はい。身長サイズでいくんですが、150から55センチがこちら、はい、55から60センチがこちらで、それ以上あるからこちらから。それ以上だ。お願いします。かわいい。浴衣を選び、一番左にしようかな。あ、色が一緒だ。私はこれにします。あ、絶対似合うと思う。かわいいよ。はい、ありがとうございます。帯を部屋の帯ちゃうようになります。はい、じゃあ最初に見て。じゃあお部屋が先生館なので、左手数でも入れるんで、深夜1時まで、朝5時から10時までとなってます。はい、ではこちらを出て左手曲がっていただいて、1427のお部屋になります。1427、1427到着です。ここですね。はい、どうぞ。お部屋広くない？なんかすごい。わー、広い。めっちゃ広いし、新しいし、畳がモダンでめっちゃおしゃれ。すごい。椅子も素敵や。ありがとう。お部屋からの景色はこんな感じです。正面と真逆の反対側ですね。で、ベランダは出れないんですけど、こんな感じで石が引いてあります。枕元にはこちらのコンセントじゃないや、スイッチがあります。ここで調節します。そしてここにも、コンセント2つと上の電気のスイッチがここにあります。こちらが洗面台です。もうここの廊下自体がすごい。うわ、洗面台じゃなくて、ここになんかキッチンみたいなのがある。そしてここにポットですね、と急須。すごい、なんか広すぎて。こちらがお部屋についてる冷蔵庫になります。このぐらいのサイズは結構平均的ですね。で、入ってすぐの右手に独立型の手洗いがあります。そして洗面台は2ボール型です。めちゃくちゃ使いやすいですね。2人いて2ボールなのは嬉しいですね。そして、まあ大浴場行くんで使わないですけど、こちらが客室のお風呂です。美味しそう。中にあんこが入ってる。今からこちらで温泉卵作り体験します。ここに温泉卵がいっぱい置いてあるので、自分のが分かるようにここに名前書きます。見えますか？ともかということで TMK、 この子をここに沈めます。あ、なんか暑そうだな。ここに入れるか。さよなら。
でここで20分待ちます。じゃあ30分経ったので今から温泉卵を取り出します。いました、こちらに。私のイエーイ、救出しました。今からこちらの旅館で有名な、夕食に行ってきます。なんかここのねご飯がすっごい美味しいらしいのでめちゃくちゃ楽しみです。夕飯の、様子もお届けします。こちらのダイニングです。こっちかな。ね、楽しみ。お刺身盛り合わせの予定です。卵と一緒に、すごい綺麗じゃん。これ遊ぶ。あ、これこちらの席です。はい、さつまいものレモンにキスの燻製、サーモンとびし、イカの天ぷら、ウサゴ、エビ、ウニクラゲです。忙しい。はい、すっごいなんかお酒じゃないみたいだね。ね、美味しい。普通に浅いジュース。いただきます。刺身いただきます。乾杯です。で、海のね、隣の県だから美味しいよね、絶対。うん、美味しい。タイです。あっちゃんが日本酒の飲み比べを頼みました。全部で3種類。カニ料理などの塩味、食材とも相性が最高だって。国はないけど、ちょっと一回飲んでみて。はい、飲みやすい。飲みやすい。へぇ、チェリーなのかな。福井の飲み比べって書いてるから、癖のないうまさ。定番現状酒。あ、違う。違うけど、なんて言ったらいいか。どっちが飲みやすい今のところ。割と飲みやすい。あ、そうなんだ。ふっくらとした香りがあって、黄色い、これだけ。おすすめは熱燗。あ、これが一番強い。こっちがこっちが飲みやすい。そうなんだ。こうやって見ても色違うもんね。これだけ黄色いもんね。こちらが桜マスの丸太巻きです。こちらが酢味噌って言ってました。ローストビーフとごまだれです。ではローストビーフからいただきます。うん、めっちゃ美味しい。こちらはタイのハリハリ鍋です。お肉に、お肉に、お肉が、タイのハリハリ鍋です。うん、美味しい。めっちゃ美味しい。なんか身がギュッてしてるね。で、これを追って温泉入ってみる。最高すぎるね、本当に。天ぷら盛り合わせ、ごま豆腐の天ぷらです。珍しい。でも食べるのもったいないから最後ですよ。でもこれから食べた方がいいから。あ、柔らか。うん、ちゃんと塩とタレ用意してくれるんだね。こちらはカニチャキマンチュですかね。うん、美味しい。なんか見た目は味濃いかなと思ったけど全然だわ。うん、なんか上品な味がする。こちら福井県産のコシヒカリということで、コシヒカリは新潟県のものではなく福井県が発祥らしいです。ふわふわだ。紫芋の羊羹って言ってたよね。うん、珍しい。こちらが本日のデザートで、紫芋の羊羹、柿、マスカットですね。
ちらが、松屋泉泉の泉のこぼれ湯大浴場になります。朝と夜は特に男女入れ替えないらしいので、もうここで1回ですね。こちら休憩どころです。すっごいおしゃれ。はい、ということで今大浴場から戻ってきました。すいません、お風呂上がりで髪の毛ボサボサなんですけど、大浴場すごく良かったです。まずね、洗い場がすごく広かったので、たとえ混み合ってても待ったりしないのがすごくいいと思いました。あと大浴場の、露天風呂の、ね、種類がすごく多くて、寝湯だったりとか、あとはこう個人的に入れる樽のお風呂だったりとか、あとジェットバスだったりとか、本当にいろんな種類の露天風呂がねあったのがすごい良かったです。なので結構ね広い作りだったので、広々快適にゆっくり過ごせました。で、明日の朝ね朝食もあるので、そちらもすごい楽しみです。皆さんもぜひ楽しみにしていてください。ということで、今日はおやすみなさい。皆さんおはようございます。今朝風呂に行ってきたので、今からちょっと朝一に行ってきたいと思います。すごい、めっちゃちゃんとした朝ごはんだね、うん、こちらが朝食になります。めちゃくちゃ豪華です。わあ、お味噌汁がこの鍋に入っててすごい ね、 朝食もめっちゃ豪華だよね、すごい美味しそうな卵焼き、すごい汁たっぷり、うん、美味しい。なんか全然癖がないわ。はい、ということで、松屋泉泉のお宿いかがでしたでしょうか。口コミもどのウェブサイトを見ても本当によくって、リピーターの、ね、方もすごい多いということで、ずっと気になってはいたんですけれども、きっかけは旅行会社で働いていた弟が 3,4 年前ぐらいに宿泊して、今まで泊まった旅館の中で一番良かったっていうことで、本人もすごくおすすめしていたので、今回迷わず選ばせていただきました。実際宿泊してみて、お食事がすっごく美味しくって、どれを食べても一番が決められないぐらい美味しかったです。なんだろう、お魚、やっぱり日本海に面した都道府県ということで、お魚がね美味しかったです。まあお食事のシーンを見ていただけたら分かると思うんですけれども、どれを食べても本当に美味しかったので、お食事メインで宿泊されたい方は選んで後悔しないと思います。で、あと私が個人的にすごく良かったなって思ったのが、やっぱりサービスですね。旅館に限らずホテル、どこ泊まってもサービスってすごく大事だと思うし、その人の旅の印象に残る一つの旅の思い出だと思うので、サービスもね本当に良かったです。また宿泊したいなと思ったし、次はね家族みんなを連れてきたいなと思いました。ということで、今回の松屋泉泉のお宿の Vlog はいかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。福井県に行かれる際は宿泊先選びの参考にしてみてください。ということで、こちらの動画がいいと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録、コメントもぜひお待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。